お世話になってます。今回はジャンプ本誌、呪術廻戦最新192話について、ネタバレ含みますので、コミックスの方はご注意くださいませ。192話は、大きくストーリーに変化があったというわけではありませんが、いくつかの部分に注目すると面白い考察ができます。それでは行きましょう。192話の冒頭では、以前かモノリと使徒学願寺が語っていた呪術師の命を奪う際の注意点が改めて描かれました。それは死後呪いに転ずることを防ぐために、呪術で殺すこと。呪力のない自分が直哉を倒したので直哉が呪霊になる可能性はある。爪が甘いことを後悔する牧に対して自分を殺したのは牧の母親だと告げる直哉。そんな直哉にかも範俊は伏黒戦で披露した赤血槍術の弓で攻撃します。牧の刀による攻撃など2人の攻撃は直哉に通じますが、直哉杯も虫の姿から球体状に変化します。一瞬消失反応と思う2人ですが、受胎から変態しようとしていることに気づいた牧は範俊に対して遠隔攻撃を指示。範俊は赤血槍術の中でも最速の攻撃である鮮血で直哉を撃ち抜きますが、直哉は変態を遂げ範俊を殴り飛ばしました。191話の動画で直哉杯も虫から蛾に進化するという考察をしましたが、蛾ではないですが進化、具体的には受胎からの変態という点は考察が当たりました。ダゴンは受胎から変態してパワーアップし領域展開を繰り広げましたが、直哉が進化した姿にも両手があるので、次回かその次くらいで領域展開を披露するのかもしれませんね。ダゴンのように体に印が刻まれるパターンもあるかもしれません。また今回のラストのコマで直哉は範俊に、空気読めや、と言っていること。変態した姿の体の側面が羽を閉じているようにも見えるので、この姿はまだ完全な生態ではなく蛾に変態するという可能性も、まだわずかに残っているかもしれません。今回の192話で直哉を殺したのは自分の母親だと知り驚いた牧。時間軸がバラバラで描かれているので読者としては分かりにくいですが、牧が覚醒し全員家が崩壊し直哉が死んだのは11月12日、そして現在の桜島コロニーが11月14日なので、直哉が死んでからまだ2日しか経っていないので、その衝撃度が分かります。今回、赤血槍術の中でも最強クラスの技である鮮血で直哉を攻撃した範俊ですが、進化した直哉に反撃されてしまいました。さすがにこれで退場することはないかもしれませんが、この戦いで命を落とす可能性はある気もします。他にあり得る可能性として、この戦いが鴨範俊の覚醒のきっかけになるというもの。長宗という上位互換キャラがおり、191話で賢弱に実力のなさをバカにされている範俊には退場か覚醒という対極の展開のどちらかが訪れる気がします。鴨範俊クラスで領域展開はありえないと思っていましたが、呪術師としての等級はまだ低い伏黒恵が八十八橋の戦いで自分の弱さと向き合い未完成ながら領域展開を披露したことを考えると、範俊も御三家宗伝の術式を受け継いだことを考えると、覚醒し未完成ながら領域展開を披露する可能性はあるかもしれません。少し前の考察で直哉の領域展開対策として舞が残した刀が使用されるかもしれないと話しましたが、もしかしたら範俊が領域展開で領域を塗り替えるのかもしれません。今まではプライドが高かった範俊ですが、当主になれず賢弱にも馬鹿にされ落ちるところまで落ちたこと、同じ御三家の牧と直哉の壮絶な戦いを間近で見て、それについていけないことが八十八橋の戦いで開き直った伏黒恵のように覚醒のきっかけになるかもしれませんね。